キャンティレバーっていう一つのこのコの字型の構造体っていうのは、成形合板っていうその構造材を使うことによって、この合成を使ってスイングするっていうのがかなりできるっていうのは、かつてやったことがありましてね、心得ていたんですが、まあそれをなんとかね、こう優しい形でこうスイングできるようなね構造体になったらいいなっていうのが、まあポエムをイメージするその最初のきっかけとしてね、ああロッキングチェアにしようっていう、まあそんなイメージがあった。何て言うんですかね、こうロッキングする、つまり椅子っていうのは固定されてドンとこう座ってね、その体をギュッとこう、囲まれちゃう、包まれちゃう、あるいはフォールドされる、こういう道具じゃないはずなんですね。つまりこれは感性をこう豊かにしてくれる道具であったり、こうスイングすることによってストレス解消のある何て言うんですかね、イメージをねこう創出するっていうのかな、なんかこう動くことっていうのは結構ね、そういう意味では意味と価値があるというふうに、まあ思うことと、